おはようございます。現在の時刻は6時ちょっと過ぎです。久々に、東伊豆にやってきております。ちょっと天気がですね、台風が結構近づいたりなんかして、風もやや強めに吹くということで、空も今風向き的には東から吹いてて、西側はかなりもうどんよりしています。天気が持つか持たないか、局地的に大雨が降るか降らないか、よくわからない秋の天気なんですが、まあ、やれるところまでやってみたいと思っております。今回もカゴ釣りです。仕掛けが深瀬よりも複雑なので、複雑というか道具が多いのでセッティングがめんどくさいです。もうすでにこの時間にはカゴ師が何名か入庁しております。今回の狙いはいつも通り青物、サバ、できれば相田ガツオ、稲田なんていうのが来たらいいなというふうには思っているんですが、あまり最近の消化は良くないらしいです。ね、たまにマダイがかかったりもするらしいんですが、まあ、あとはここは上物メジナなんかもいるので、まあ、そのあたりが釣れれば御の字かなと。こういうのやっぱ間違えちゃうんですよね、ビロメカラマンボウのようなものですね。こういったものがついついたまにやると全部セットしてからあみたいなことになったりとか、あとよくあるのがこのレールですね。レールを外側に糸ラインを通して仕掛け組んでしまうみたいな、釣り人あるあるです。そうすると全部やり直しって、今日はこのカラマンボウが入れるの忘れちゃいました。もう一回やり直しです。めんどくさいですね。さて第1投目、うまく飛んでくれるでしょうか。何もかかってねえと思ったら、なんかかかってる。なんだこれ、ベラか、ちっけえ。あ、カサゴだ、かわいいカサゴ。これじゃ浮きに反応しませんよね。お、なんか来たぞ、やっとなんか来た。浮きが沈むような、全然引きがねえな、全然引きがねえな、引きがねえな。大したんじゃねえなこれ。ベラか、なんだ、何が来た。お、よいしょ、石垣台だ。かわいいもんです。現在10時45分。なんか浮きがやっと沈んだと思ったら、ちょっとちっちゃい、これ何センチだっけ、15センチぐらいでしょうか、石垣台です。これはリリースします。いやーやれやれ、買ったばっかのカゴがですね、壊れちゃいました。これまだ2回目の調校なんですけど、骨
な感じで壊れちゃいまして、でもう一個の方もですね、簡単にこの下の部分がスポッと落っこっちゃいまして、なんか今日はもうカゴに2つしかないんだけど、1つがもう完全に1回の使用でダメになり、こちらもダメですね。巻き上げてくるときにどうしてもテトラにぶつかっちゃうんですね。それで破損したんだと思うんですけど、ここは本当極めてこのポジションは釣りづらいですね。これオキアミにイワシ系の集魚剤をマップしています。気持ちこうするとですね、オキアミの痛みが遅くなるというか、そんな感じがするので、オキアミ特にこの暑い時期、時間のともに真っ黒になっちゃうじゃないですか。この集魚剤を少しまぶしておくと違う気がします。回収のためにこのテトラに乗って先の方に行かなきゃいけないんで、ただでさえ手返しの悪いカゴ釣りですと非常に面倒です。妙な動きをしました。しかしです、沈むまでにはいからないので、かかっていたとしても何かの幼魚だと思います。ちょっと引っかかる感じ。なんだ、なんか来てるの？間違いない、なんか来てる。なんだ、何が来た。外、おっと、おお、メジナだ。15センチもないですね。なんか来ましたぜ。今度はズボッと来たぞ。ちょっと今日一番かな。石垣台を越えるか。そんな引きじゃねえな。さあ何でしょう。おい、そっち行くな。何来た。あ、メジナだ。コッパでした。いや、いよいよ農館です。今日は小物釣りに終わってしまいました。また頑張りたいと思います。ここは超遠投ができないと釣れない場所のようです。残念でした。